ビコンシャスパラダイス。今日はですね、朝からドキドキでした。第33回美容師国家試験の初日でした。沖縄ですはですね、4日に開催されますが、今日受験だった方もいらっしゃいました。秋トータルビューティースクールの生徒さんも本日受験の方がいらっしゃいまして、もう自分のことのようにですね、終わったかなとかできたかなというふうにドキドキしながら講習をしておりました。皆さんベストを尽くせたでしょうか。まだまだ、受験の方続きますので、受験生の皆さん風邪をひかないようにくれぐれもお気をつけください。その他の方もですね、気をつけてくださいね。さて今年2回目の生放送になります。毎回たくさんの応援とメッセージありがとうございます。ただですね、前回の収録でも熱く語らせていただいたのですが、生放送分の YouTube へ嘘ひもはですね、FM ギロワンさんの分も、ビコンシャスの分も非常に再生回数がアップしているのですが、どうも収録分が弱い、はっきり言って聞いてもらってないということで、このままですと生放送の再放送をですね1ヶ月流してしまうことになっちゃいます。それだとですね、FM ギノマンさんの営業的にもよろしくないですよね。よろしくないと隣で言っております。で、ビコンシャス的にもちょっと寂しいので、ぜひぜひ収録分もですね聞いてください。よろしくお願いいたします。さてこの番組は東京都沖縄ギノマン市でビューティースクールを運営しております。ビコンシャスグループ秋トータルビューティースクール、私秋が月に1回の生放送と収録を再放送を含めて毎週月曜日夜8時にお届けしております。番組前半のコーナーはリンクリンクリンク、美容に関するお話ばかりではなく、日常の出来事やお得な情報ですね、そして内地の生徒さんや、お客様にも、沖縄の情報をお届けできたらいいなというふうに思っております。リンクつながっていくことをテーマに、生徒さんやお客様など、美コンシャスに関わるいろんな方をゲストにお迎えしたりしてご紹介させていただいております。それから番組後半には毎回大人気ヒロ先生の NA4DASH のコーナーです。美コンシャスのお客様からですね、竹中先生って声がとっても優しい方ですねとかですね、2人がまるで漫才ですねというような、お声をかけていただいております。実際に優しいかどうかはコメントを控えさせていただきます。応援本当にありがとうございます。毎回東京と電話つないでですね、美容師免許についてを中心に楽しい情報を発信しているのですが、国家試験担当の、ヒロ先生、NA4DASH のコーナーなんですが、ただですね、冒頭でもお伝えいたしましたが、本日より国家試験がスタートしておりまして、ヒロ先生超ご多忙です。沖縄の方言では死に忙しい感じでしょうか。はい、ということですね、電話が多分つながらないのではないかというふうに、まあ、でもちょっと引っ張っていこうと思いますので、もしも電話が間に合わなかったら私が本日喋り倒しますので最後までお付き合いください。さて毎週スペシャルプレゼントを用意させていただいております。聞くだけでプレゼントゲットは、毎週放送を聞いてくださった方の中から沖縄1名本土1名にエステ券、スクール入学金 半額とかですね、高級コスメなどを、プレゼントさせていただいております。番組放送中に私秋がですね、毎回キーワードをお伝えしております。そして今回から応募方法が変わります。皆さんご注意ください。番組中私がお伝えしたキーワードをですね、ツイッターに記入してください。今まではメールをいただいてたんですけど、ツイッターに記入してハッシュタグでビコンシャスパラダイスと記入してください。ハッシュタグでビコンシャスパラダイスと記入してツイートしてください。その前に皆さん、ビコン BECON778425、これ、ビコンシャスのですね、ツイッターになりますので、こちらのフォローを必ずお願いいたします。
正解者にはですね、ツイッターから、メッセージを送らせていただいてまおり、あの、ごめんなさい、正解者にツイッターからメッセージを送らせていただきますので、フォローの方を忘れないようでお願いいたします。キーワードも必ず書いてくださいね。よろしくお願いいたします。プレゼントについての詳細は今まで通りビコンシャスのホームページ、ビコンシャス .info でご確認ください。さて、今日のプレゼントをゲストさんから頂戴いたしました。ユースト見ていただいている方は隣に、美女が座ってるのを気がついていただいているかと思いますが、今日は協賛をいただいております。プレゼントについては後ほどご紹介させていただきますので、お楽しみに。キーワードはどこで秋が発表するか分かりませんので、最後まで聞いていてください。はい、さて、 FM 技能案では、Ustream で映像と音声をネット配信しております。FM 技能案さんのホームページからですね、見ることもできますので、そちらもお楽しみください。YouTube からビコンシャスパラダイスを検索いただくと、過去の放送分もお楽しみいただけます。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それではここで、もうここのところ全然音楽挟めてないので、たまには一曲。に関わる様々な方をゲストにお迎えしたりですね、沖縄から、本土から、沖縄へ日常生活のいろいろな出来事を発信していきます。はい、今日のゲストはですね、秋トータルビューティースクール修了生で、現在沖縄県那覇市ですね、でエステティックサロンをオープンされましたアトリエゼロの松本すみえさんにお越しいただきました。すみえさん、はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。緊張してますか？かなり緊張してます。私みたいに前をどうしよう、噛みますね。はい、ではよろしくお願いいたします。はい、早速ですけどね、自己紹介をお願いできますか？
はい、那覇市アメクの方のローソンの近くで、ダイヤモンドネイル、フェイシャル、送信、脱毛を総合的に行っているトータルビューティーのアトリエゼロの松本です。よろしくお願いします。はい、サロンのこう特徴とか何かありますか？そうですね、私たちのところは同時施術ができるので、うんうんうん、とても、人気ですね。はい、はい、中ではあスタッフさんですねはい、中でもこう人気のメニューとかあります？ネイルとフェイシャルが同時にできるので、それが一番、美白と、はい、ネイルはジェルネイルが同時にできるので人気ですね。あ、じゃあお顔をやってネイルもっていう感じなんですね。はい、そうですね。はい、なるほど。はい、すみえさんがですね、うちの秋トータルビューティースクールに入学されたきっかけは何でしたか？今後ですね、はい、もううちのスクールとほとんど皆さん独立開業なので、はい、美容で独立したいなと思ってる方の参考に、ね、させていただいたらと思いますので、お話を、はい、私はまつげパーマを、まつげエクステとパーマを習いたくて、はい、ネットで調べていたら、はい、アツ先生のところの出てきて、ウェブで探した状態なんですけれども、はい、でいっぱいあるじゃないですか。そうですね。で、アキ先生が東京の方だったので最新の技術が学べるかなと思い、アキ先生にしました。もうもっと褒めてくださいよかったわ、はい、もう東京って言ってもね、八丈島の隅っこの方なんですけどねもう、あ、そうですか、どうもありがとうございました、はい、よかったでですね、今回、はい、スミさんのサロンゼロで新しいメニューが誕生しましたね。はい、私秋もですね、実はコースの導入に関わらせていただきましたが、少しこのところお話しいただけますか？はい、私のサロンは女性の永遠のテーマである痩せるということのメニューがなくて、はい、それで先生のところに尋ねてお話をしているときに、はい、いいものがあるので導入しないかということで、はい、早速導入して、はい、無理のないダイエット、はい、美しく痩せることを中心にしたあのメニューを導入したんですけれども、はい、その名はその名はスリミングゼロです皆さん、スリミングゼロですよ。超かっこよくないですか？スリミングゼロ、はいはい、どんなことしてくれるんでしょう？発汗性のいい岩盤のマットに入っていただいて、はい、それでゴッドハンド中村のもみ出しをし、気持ちよさそうですね、はい、ビデンスティーというお茶を飲んでデトックス効果のとてもあるものなので、はい、利尿作用を促して老廃物を外に出すという感じですね。完璧ですね。そうですね、はいはい、そろそろ導入から1ヶ月ですけれども、はい、反響の方はいかがでしょうか？そうですね、もう施術1回目からもすごく良かったという声を皆さん言ってくれるので、はい、あの岩盤だけでもオプションで入ってくれる方もとってもいますね。よかったですね。ありがとうございます、はい、まあ、安全で効果的ということでですね、はい、ますますお客様に喜んでいただけそうですね。そうですね、はいはい、で皆さん、今回ですね、この番組の視聴者プレゼントに協賛いただけるということですが、はい、もしかしてそのプレゼント内容は、はい、もしかしてもしかしてもしかしての、はい、スリミングゼロです。これはもうお正月太りを解消に皆さんハッシュタグでピコンシャスパラダイスですよ。もう今ちょっとメモを取っといてもらわないといけないですね、これから決まるというのに、はい、スリミングゼロ3回を、はい、はい、3回を3名様に、これは3回というのはお一人様3回できるってことですね。そうですね、1回というかセットで3回です。お一人様3回できるスリミングゼロのコースを3名様にプレゼントということで、はいはい、どうもありがとうございます。皆さんどうしどしご応募ください待ってます。はい、ビコンシャスのですね、はい、ツイッタービコン778425にハッシュタグビコンシャスパラダイスと記入いただきまして、これから言うキーワードですね、はい、ということで今日のキーワードはゼロかな。あ、ね、そうですね、はい、アトリエゼロさんのゼロ、本日のプレゼントキーワードゼロに決定いたします。はい、そしてですね、スメさんが秋トータルビューティースクールで学んでみてよかったなと思われること、それからですね、はい、これからのサロンワークでの夢などあったらお聞かせいただけますか？はい、
秋先生自身が美容師免許を持っているので、はい、あのとても衛生面のことを詳しく教えていただいて、はい、とても勉強になりました。小獣人みたいでうるさいすいません小獣人の方あと、はい、知識があるのとないのの差はすごいなと私も感じました、はい、そうですね、これからもですね、はい、あのそこのところ気をつけていきたいと。そうですね、思います。はい、それからこう夢とかは、私も年齢的にもいい年なので指導者になりたいと思っているので、はい、そこであのいろいろ勉強して、はい、秋先生とのところで勉強もして、スクールなど開講できたらなと思って。今いいです ね、 ね、もうネイルの、ね、キャリアも長くて、はい、素晴らしい技術者でいらっしゃるので、ね、含めてスクール開講できたら、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、本日のゲストは沖縄県那覇市にございますトータルビューティーサロンアトリエゼロのオーナー松本澄江さんでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして、まだいてくださいねここに、はい、続きましてヒロ先生の NA4 ダッシュのお時間なんですけれども、このまま予定通り喋り倒します起きてるかな広先生、どうなんだろう、寝てるかもしれないですね、疲れ果てて。このまま NA4 ダッシュのコーナーに入らせていただいて、じゃあ澄江さんにもお付き合いいただこうかなというふうに思います、はいはい、前回ですね、実は、新年早々の放送、生放送、私も風邪ひいちゃって大変だったんですよ。もう汗だくだくで、その後の収録もさせていただいたんですけど、もうぶっちゃけ何を話したのか全然わからない状態でした、はい、で東京帰ってからももうほぼほぼ調子が悪くてですね、でお客様に移したらどうしようなんて思いながらですね、で今回生徒さんもインフルエンザとかで来れないとかですね、それから、風邪で毎回来てくださってる生徒さんがもう風邪ひいてこれないとかすごい長引いてるんですよね。どうですかお客様とか。そうですね、お客様、うちのスタッフの子供がもうインフルエンザにかかり、わー1週間近く休むことになりますねで私たちの仕事って、はい、やっぱりもらっちゃうこともあるし、そうですね、あげちゃうこともあるから、はい、本当に気をつけていかないとダメですよね。そうですね、でこれまで年齢のせいにしたくないんですけれども、しんどかったもうちょっとのことだと私平気なんですけど、めっちゃしんどくてですね、もう何回も何回も熱が上がったり下がったりしながらですね、もう何してんだかよくわからない状態で、ね、まして受験生もいますから ね、 そうですね、移しちゃったらいけないなっていうことで、大変な思いをしました、はいはい、でもあんまおかげさまで大丈夫だったんですけどね、もうちょっと2月の受験終わるまでは私もうマスク必須かなと。そうです、ね、思ってます、はいはい、で4日の日がですね沖縄の、国家試験なんですけれども、まあ、これ全員合格してほしいですね、もう受験生ね。受験って最後の受験何でした？私は受験はしてません、すいません受験あれなんかネイルの資格とか、ね、ネイルはあります。最後ありますね、最後のいつですかね、まあ、かれこれ15、14年前とかですかね、はい、なんかこう思い出とかありますか？もう震度4とかぐらいの地震が来るぐらい手が震えます、はい、こんなですよね、こんなですね、こんなですよね、わ、はい、かります、はいはい、私も国家試験の本番でカットで手を切りましたので、はい、血が吹き出ましたからね、普段なんかしないようなことがね起こっちゃったりとかね、もうブルブルになりますからね、はい、ね、まあでもいい経験ですよね。そうですね、振り返っちゃうとね、まあ、なんてことはないんですけどね、なんか気持ちが分かりますよね、もうなんか私受験したくないなって思いますけど、もうないかなないですか？もうないかな、もういいかなって感じです。お腹いっぱいかなと思います。ファイトとかね、はい、ドンマイとか言ってる方がいいですねね、もうこれから今日終わった人たちとかは、はい、あーもう終わったなんて言ってもう寝てるんじゃないかと思うんですけど、これからね明日とか明後日の人とかね、はい、もう寝たくても眠れないんじゃないかなと。そうですね、はい、まあ、振り返っちゃえばなんてことないので乗り越えていただきたいかなというふうに思います。そうですね、はい、
あのどうですか、国家試験。私もね頑張りたいんです。頑張ります。頑張ってください。ぜひ、はい、だってすごく器用ですからね、ゆめさんね。ありがとうございます、うん、あのめちゃめちゃ器用なので、ネイルとかね、あのぜひやってもらいに皆さんお立ち寄りください。予約制ですよね。はい、予約制です。まあ、このせっかくなので、広瀬先生にバックレられたので代わりにですね、宣伝とかあれば、何時から何時まで営業でとか、はい、ないですか。9時半から7時まで、はいはい、19時までですね。早いですね、9時半、はいはい、9時半ってお客さん、9時半のお客さん来ます？ポロポロぐらいですね。あ、そうなんですね、はい、私一番最初に沖縄でヘアサロンに行った時にですね、はい、10時に予約して、10時に行ったら、なんか何しに来たんですかって言われました。はい、残り5分です。待ってください。10時に予約して、なんか私間違ってるかなって思っちゃいましたね。そして、柴田さん東京の方ですって言われたんですよ。あ、東京です、なんで分かったんですかって言ったら、いや10時になんか来ないですよ普通は、みたいな感じで言われました。うちのタイムですね。あ、そうですね、はい。まあ、それから、あ、そういうものなんだなと思って、はい、若干10分ぐらい遅れて行くようにしてますけれども、はい、定休日とか、あと、はい、なんかこうおすすめのメニューとか、これとこれやったらこうですよとか、はい、なんかお試し料金これですよとかないですか。定休日はですね、日曜日と、はい、月曜日が祝日に当たるときはお休みにしてますね。祝日、はい、で、あとは営業時間は別に土曜日でも何曜日でも変わらないって感じですね。そうですね、はい、はい、あとは、スタッフ紹介とか、あのエステ担当の何々ちゃんとかないですか。目の前にね、ゴッドハンド中村がいるんですけども、はい、笑ってます ね、はい、彼女も厳しいところで修行してたので、はい、とても腕は上手ですね、はいはい、じゃあ私やってもらっていこうかな。ちょっと疲労困憊、置いたからなに勝つ入れに、はい、はい、ですね、うん、あとは、あとは、うん、あのネイリストのあちこという子がとてもアートが上手な子ですね。お、うん、私がちょっと苦手な分彼女が頑張ってくれてます。まあ、それいいことですよね。そうですね、こう補い合ってというかね、はい、はい、あのなんかすごい用意されてるので、はい、あの早く巻きかけろよ的なね、はい、早く早く喋ろよみたいなね。そうですね、はい、あとは何かおすすめのメニューがあれば。メニューですね、悔いがないように話してください。はい、はい、いろいろね、何かいいものを導入しようと思っていろいろ試行錯誤し変わっていってるので、できたらブログとか見ていただけたらとても嬉しいですね。それに、はい、そうですね、とてもいい情報が、お得情報が入っているので、はい、はい、では皆さんですね、アトリエゼロでブログの方もチェックしていただけたらと思います。で、Facebook の方からもですね、私とお友達になっておりますし、はい、はい、そうですね、はい、LINE とかもやってらっしゃいますので、はい、ちょっと遊びに行っていただけたらなと思います。これからもですね、アキトータルビューティースクールの生徒さんたちにたくさんですね、ゲスト出演していただきたいなと思います。さて、あっという間の30分でしたね。はい、はい、ビコンシャスパラダイスは月1回の生放送と月1回の収録を、今のところはですね収録を、再放送を含めてお届け予定です。生放送の日程はビコンシャスのオフィシャルサイトでもご確認いただけます。ビコンシャス、美、美しい感じですね、コンシャスカタカナで検索ください。はい、本日のゲストはもう一度ですね、アトリエゼロのすみえさんでした。また遊びに来てください。宣伝審議ですね、はい、来てください。 お願いします。お相手は、秋トータルビューティースクールの秋でした。ヒロ先生、聞いてましたか、あなたのせいで大変でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。また来週。